ホラーベナスタルです。今回はメキシコにある日本食料理屋に来てます。ここでは一体どんな料理が食べれるのか、それをね紹介していきたいと思います。メニューはちゃんと日本語バージョンのやつも置いてありました。結構ちゃんとした日本語が書いてあるので、たまにあるんですよね、あのおかしな日本語が書いてあるやつ。これは Google 翻訳のやつやんっていうのがあったりするんですけど、これはちゃんとした日本語に訳されています。スシロールがありましたね。これはキャタピラーロール、レインボーロール、これはあれですね、結構奇抜なスシロールですね。ちょっと食べてみようかな。で次は刺身、これも普通に美味しそうですね。で握りもあったりしますね。カニカマとかがあるな。で、メインディッシュもありますね。こういう感じで、次のページが、これは鉄板焼きですね。で、まあまあ、日本にないようなメニューもあったりしますが、そこは海外のやつなので、まあそんなもんかなと。ロブスターは美味しそう。で、次は和食。これは馴染みのある和食ですね。ちょっと気になったんで、スシロールもう一回見てみましょう。これは色がすごいな。日本には絶対にないような見栄えのやつが。これ美味しいのかな？ちょっと興味あるな。で、こうやってサービスで漬物もあったりして、で、醤油もテーブルに置いてあります。店内はこんな感じで、ほとんどがメキシコ人ですね。8割9割。歓迎って書いてあるわ。歓迎。とんかつカレーが来ましたね。めっちゃいい香り、食欲がすごいそそられますね。これはスシロールのドラゴンロールが来ました。これはエビフライ、アボカド、マンゴーにうなぎのソースがついたやつですね。刺身はサーモンを頼みました。結構みずみずしくて美味しそうだよねって感じですね。かなり期待できそうで、まあ全体的にはこんな感じですね。ドラゴンロールを食べてみます。マンゴーはどう生きるのか、どんな味なのか、めっちゃ気になる。いや、これうまいわ。いや、これうまいんかいっていう感じだな。マンゴーが、いや、普通にいいね。めちゃくちゃ美味しかった。なんか癖になる感じの味ですね、これは。はい、ということで先ほどの動画とは別日にもう一度来ております。いや、前回来てからね、この和食屋佐藤さん、これハマっちゃってね、すごい美味しくて、もう一回来ちゃいました。で、今回はちょっと雰囲気もいいテラス席に来てみました。これは天ぷらうどん。いいね、天ぷら美味しそう。このベルでは、この緑は何でしょう。え、タイの、タイのお刺身だね。こんな感じいいと思います。キャタピラーロール、これが噂のキャタピラーロール。美味しいのかな、どうでしょうね、食べてみましょうね。意外とうまい。これが天ぷらうどんが159ペソなんで1000円ぐらいか。で1000円ぐらい。タイ6切れが125ペソなんで700円ぐらいかな。レオン巻き、豆腐揚げ、揚げ出し豆腐、お好み焼き、